どうもこんにちは、今回はですねこちらウィンドスクリーンなんですけれども、先日ですねツイッターで見かけた投稿がありまして、それがですね、料理をするときにウィンドスクリーンは必要なんだろうかっていうような投稿がありました。風よけですよね。こういう感じで風よけにして使うわけなんですけれども、これねキャンプ始めた時にね全然存在を知らなくて買ってなかったんですよ。でこれがねいるかいらないかなんですけれども、正直ね絶対いると思います。野外なんで風が吹く時もありますし、無風状態っていうのがほぼないと思った方がいいので、これはね絶対あった方がいいです。一応ねこれなくても料理はできるんですよ。火はつきますから料理はできるんですけども、例えばね水を沸騰させるまでの時間、そういった時間がですねこのウィンドスクリーンがあるかないかで全く変わってきます。風があるとね本当沸騰しないときは全く沸騰しなかったりとかするので、絶対にあった方がいいものだと思います。でちなみにですね今回僕が使うのはですね、これ Amazon で350円で買ったものです。近所のねアウトドアショップというか、スポーツ用品店行ったんですけども、売ってるものがねだいたい幅がこれぐらい、1枚の幅がこれぐらいで、高さがもっと高いやつ、それがね5枚セットこういう風に連なっててユニフレームのものでしたが、1600円というものがありました。これだと鍋の大きさによってですね結構幅を広くしたり狭くしたりできるんですよ。ただその5枚のものだとちょっとね1枚の幅が広いっていうのと、ちょっと鍋とかをするときには使いづらいのかなと思って、これにしました。安かったっていうのが一番大きな理由なんですけども、Amazon でね350円のこのウィンドスクリーン、決してそんなにいいものではないんですけども、これがねあるときとないときで沸騰するまでの時間がどれぐらい違うものなのかというのを今回はですね実験してみたいなと思います。で今回沸騰させるのはですねシェラカップに入れた 200ml の水です。これをね沸騰させてどれぐらい時間がかかるのかというのを見てみましょう。まずはねウィンドスクリーンがないパターンでやってみます。はい、これでですね沸騰するまでの時間を見てみます。でもう一個のねウィンドスクリーンがあるパターン、それを試す時も、このね火はつけたまんまにしておきます。そうしないとですねガスの強弱が出てくる可能性がありますので、とりあえずはねそういう感じでやってみましょう。ここでね沸騰しないんで諦めます。諦めて、違う方に行きましょう。今度はですねウィンドスクリーンがあるバージョンですね。はい、こんな感じで囲ってやってみます。はい、沸騰しましたよ。全然違うでしょこれ。こういったねウィンドスクリーンって、これ350円のものですけども、物が同じようなものなので、機能的にはねあんまり変わらないと思います。なのでこういったね安いものでも十分機能を果たしてくれるし、料理をするにあたってですね沸騰するまでにあれだけ時間かかっちゃうと、料理する気も失せちゃうということで、このねウィンドスクリーンはかなり便利なものだと思います。いつもね僕が料理とかしてますけども、ウィンドスクリーンをね使ってないことが多いです。でそれはねなぜ使ってないかというと、単純にね見た目の問題で、これがない方がちょっと見た目がいいかなということで、使ってなかったりするんですけども、リアルにね撮影とかなしで料理をするっていうんであれば絶対あった方がいいです。さあそういうことでですね、今回はねウィンドスクリーンの実験をしてみましたけれども、いかがでしたでしょうか。どれだけ機能的かっていうことがよくお分かりいただけたんじゃないかなと思います。これからねキャンプを始めようという方はぜひねこれを持ってた方がいいと思います。そんなにね重たいものでもなく軽いものなので、かさばることもありませんし、これ逆だな、こっちだ、
かさばることもありませんし、必ずですね、料理をするときは先ほどですねご覧いただいたように、周囲の風がねかなりネックになってきます。ネックになってきますしね、熱がねこっちに行ったりこっちに行ったりいろんなところに行くんですよ。なので、必ずねこれを使うといいと思います。ということで今回はウィンドスクリーンのご紹介でした。それでは。